ヤマハドラッグスター400 Z さん、アメリカンなバイクです。今日はポーラン系へツーリングです。集合場所は浜北インター近くのコンビニです。開いてます。あ、そうか、今これ出したもんね。そうだ、うん、かっこいい。みんなこう、縁がありますもんね。この縁ない。400だからね。400だからね。これでいいのかな。売れてる。売れてる。ああ、こっち出ます。いつもの道の駅。おう、道の駅高麗三河三国。オートバイが続々来ます。トイレ休憩しました。どこ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 。取れてしまう。北東に進みます。危ない危ない危ない。画像が霞んでいるのは1日の雨の影響で、カメラのレンズカバーに水滴がついています。そうですか。でもどっちかというと飛ばす方ですけど、このマシン自体が思いっきり坂道登ってかないんで、うん、飛ばしようがない。飛ばしようがない。
いや、あ、こっちか。そこじゃなくて、こっちですね。あ、そうですね、そうですね。そうですね。そうそうそう。到着。春、初夏って感じ。どこもかしこも緑が鮮やか。滝も流れています。鯉のぼりだね。Z さんも写真を。おじさん、二人。対岸に来ました。緑が美しい。すごく心地よいです。紅葉時には人でいっぱいになるようです。アユが何かを焼いています。川で捕まえた魚をすぐに焼いているようです。さらに奥へ歩いています。売店が結構あります。食べるところも多くあります。おじさんたちはカフェに入りました。ドリップのコーヒーでした。美味しかったです。結構良いテラス。川のせせらぎが心地よい。ここでしばらくまったりしました。ゆっくりする穴場かもしれません。心地よい時間を過ごしました。 Z さん、忙しい中ありがとうございました。なかなかゴールデンウィークは穴場かもしれない。こんなに混んでる、ね、もう紅葉帰り道は道の駅したら昼食とソフトクリームを食べました。紅茶味のソフト。ではここらで終わります。60ライダージャイアントでした。よかったら登録もお願いします。